こんにちは、鉄道写真家の向川健太でございます。そして明るいサポートのダーチーさんです。はい、ダーチーさんでございます。いいですね。いやいや、こんにちは、お世話になっております。いやね、ここあれ、ここどこですか。ここどこですか。ちょっと待って、はい、立ちましたね。ここどこですか。ここはですね、はい、チャチャワールド石越です。おチャッチャワールドにお越しお越し来てしまいました。はい、はい、ね、チャチャワールドですよ皆様。チャチャワールドほらね、ほらほら、みんな見てください。チューチュートレイン、ね、チューチュートレイン、これ懐かしいな、はい、懐かしい。僕20年前ぐらいこれ乗ってた。あ、そうですか。乗りましたね。そんな懐かしいものもあり、懐かしいブルーシートね。ね、こっち側のパークゴルフ場に、はい、生まれ変わったんですね。パークゴルフ場になったんだ。はいはいはい、すごいな、ね、生まれ変わってるね。生まれ変わってますね。この辺なんかファンシーサイクルとか、いろいろ自転車できるのかな、そういったものがあったんですけど、すべてこういうゴルフ場に生まれ変わりましたね。すごい、はい、ここが何日オープンになるんでしたっけ。これはですね、4月3日オープン、ね、4月の3日オープン、はいはいはい、ああ、なるほどですね、はい、じゃあ看板マン入れちゃいますか。そうで、看板マン、おいで、はい、看板マン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 、お、なんだ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 、あ、なんだ、はい、看板マンだ。いやいや、看板マン来ましたね。いや、来ましたね、看板マン。お待たせしました、はい、はい、4月3日リニューアルオープン。うお、リニューアルオープンですね。いやいやですね。うん、はい、いろいろセレモニーがあるみたい。そうのようですね。ねえ、はい、僕ね、気になってるのはこれですよね。おお、ちょっと考えて、はいはいはい、個人的に気になっちゃうんだね。どうですか。これですよ、これストライダー体験。ストライダーですか。ストライダーって皆さん何でしょうね。ストライダー、ね、気になる方ぜひ4月3日、はい、あの謎を解き明かしにいらしてください。そうです、ね、ストライダー体験なんぞや、何か何かということでございます ね、 ね、いろいろね、催し物、吹奏楽の演奏、ね、トメジュニア吹奏楽団演奏、はい、それから道の駅仙台織姫隊、ステージパフォーマンスと、はい、いうことで、いろんなね、パフォーマンスがあったり、ね、あとほら先着1000組です。1000組セグ記念品差し上げますということでありますから、皆さんすごいですね。ぜひね、はい、いらしていただきたいなと。これあれでしょ、うん、あのトメジュニアとかだったあの、うん、FM の幸子さんとかね、お関係してるんでしょうから。なるほど、はい、お幸子さんに会いたい人は、そう、幸子さんに会いたいよサイン欲しいよっていう人、ぜひ ね、 ね、でも午前9時とかだと、うん、放送ですか。そっか、放送時間かもしれないね。確かにそうですよ ね、 ね、どうするんだろう、ここでやるのかな。ここでやるんじゃないですか。勝手なこと言ってますけど、勝手なことですね、はい、はい、ということでね、パンダほら、うん、知ってる、パンダの剥製も展示するんですよ。なんとね、ジャ・シャイアンとパンダ、パンダ、シャイアンとパンダ、シャイアン、ジャイアンとパンダじゃない、そう、シャイアンとパンダ、パンダね、えなんだこれね、こっちの方が謎じゃないの、近くに。確かにそう、ストライダーより謎だね。本編で気づかなかったけどね、これね。そうそうそう、シャイアンとパンダですからね、皆さんね、よろしくお願いしますよ、間違えないようにね。ということで、いろいろ謎もありますの で、 そうです、ね、4月3日、はい、リニューアルオープン、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います、はい、います、ということでね、はい、こちらのお知らせもなんですが、はい、今回もダーチーさんにはお知らせをね、いただいております、はい、よろしくお願いします。また来月もそうね、もう来週放送もありますからね。そうですね。おかまみたいになりましたけどね。はい、あのカルチャークラブの方また、うん、4月から年6回、はい、絵手紙とフラワーアレンジ教室スタートしていきますので、はい、まあ、早速申し込みいただけると、ね、はい、お早めに、そうですね、混雑してきますから、定員になっちゃいますんで、はい、ね、はい、各回10名ですね、はい、はい、それ以上来られちゃうとちょっとびっくりしちゃうっていう、そうですね、まあ、でもそうね、なんとか超えてもやってます。はい、さすが皆さん、道具がね、足りなくなるんですよ。あ、そういうことですよね。そうなんですよ。だから予約はまず、ね、ぜひきちんとしていただきたい、ね、ということと、うん、はい、あと定員になったら、変わりましたみたいな感じになりますけどね。いや、いいですね。はい、さすがダーチーさんでございますので、ね、こちら詳しくはね、はい、あかりライフサポートのホームページに載っているということですので、はい、検索です、はい、はい、そしてもう一個ですね、もう一個、あ、ありますね、はい、すいません、うん、はい、夜のフルホンカフェも、はい、はい、こちらもねやってます。次が4月の、ね、4月21ですね、21日、はい、まあ、終わったばっかりなので、うんうん、24日にね、そっかそっか、はい、そうですね、でも毎月あるということなんでね、はい、はい、こちらも、はい、醤油屋、はい、ここからチャチャワールドからね、うん、2分ぐらいで車では行きますので、うんうんうん、はい、歩いても行けます。ぜひぜひお越しいただきたいと思います、はい、まあ、昼間チャチャワールドで遊んで、夜
いいね、醤油屋にいいね来る昼間はチャチャで体を動かして、うん、夜は文化的な ね、はい、そうですね夜を過ごそう間は杉岡で唐揚げでも食うわー、はい、もう楽しめます ね、 そうですね石越ぜひ皆さんお越しくださいよろしくお願いします、ね、こちらの、詳細は、はい、ホームページそうですね共同試験協会の共同試験協会石越共同試験協会の、ホームページ、はい、検索していただきたいと思いますはい、はい、ということでですね、はい、今度の武川健太の旅するラジオは、はい、3月30日でございます3月30日土曜日午後3時からの放送でございます私とダーチーさんでお届けするコーナーも必聴ですね、はい、必見じゃないね必聴でございますので、まあ、ぜひお聞きいただきたいと思います、はい、じゃあ皆さん旅ラジオよろしくお願いします、はい